こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では7月の大人向けコーディネートをですね、皆さんに具体的にですね3つご紹介したいなというふうに思ってるんですが、今回はですね特にユニクロの商品だけを使いながらですねコーディネートを組んでみましたので、ぜひ皆さんもですねこちらを見ながら参考にしたいですとか、一部変えながらですね着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。僕のチャンネルというのは結構ですね様々な価格帯の服をご紹介しているわけなんですが、やはりメインとなるのはユニクロかなと思います。ユニクロというのはですねたくさん商品があって、とてもですね使いやすいお店なんですけども、どれもがですねやっぱりおしゃれというわけではなくて、ある程度はセレクトをしてコーディネートすることが大切かなというふうに思っています。今回ご紹介するアイテムに関しては、この梅雨時期にももちろん活躍してくれますし、それ以外にもですねこれからの夏の季節だとか秋とかにもですね活躍するので、ぜひ皆さんですねパーツとしてユニクロのアイテムを取り入れながらですね着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。結構ですね7月の着こなしって僕は難しいかなと思ってるんですね。昨日なんかはですね結構暑くて日差しなんかも出たりしたので、26、7度ぐらいまで上がったのかなと思っています。一方で今日なんかはですね朝から雨が降っていて気温もそんなに上がらないんですね。おそらく23、4度ぐらいかなと思うので、昨日と今日でもですねだいぶ着るものが変わってくるかなと思っています。ですので7月のコーディネートというのは意外とですね夏によったものからちょっと肌寒い時に着こなせるようなものまで幅広いものを持っておくといいかなと思ってますので、今回のコーディネートを参考にしながらですね皆さんなりにカスタマイズをしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、こちらのチャンネルではなくて YouTube のメンバーシップチャンネルというものをもう一つ運営してまして、そちらの方で解説をしています。気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的なコーディネートについて解説をしたいなと思ってるんですが、一つ目はですねめちゃくちゃシンプルで簡単なコーディネートになっています。上に着てるのはもうこの動画の中でも散々ですね使っているユニクロ U のエアリズムですね。ただこの色合いに関しては今回初めてご紹介するかなと思っています。これはオリーブという色合いなんですが、オリーブといってもですね結構色の幅が広くて、こちらはですね僕はオリーブというよりはダークグリーンに近いような少しですね品のあるような色合いかなと思っています。これねなかなか夏の着こなしにおいては差し色となりつつですね、色としても派手すぎないので使い勝手がすごくいいかなと思っています。個人的にこれは大ヒットで最近よく着てるわけなんですが、こちらをメインとした着こなしで、下はですねショートパンツですね。以前動画の中でも解説をしましたユニクロのギアショートパンツですね。これもまた快適なんですね。河川系のですねドライな質感で結構汗をかいても鼻離れも良かったりするので、すごく使い勝手がいいんですね。適度にですねゆとりがありながらも長さもバランスがいいので、こういったスタイルで結構梅雨時期でも天気がいい時にはですね僕は活動することが多いんですね。で足元はですね結構何でも合うんですけども、ナイキのエアマックス97を合わせています。ショートパンツというのは結構シンプルになりがちなので、足元にボリュームとですねちょっと今っぽいデザインのものを入れてあげるとバランスがいいのかなというふうに思っています。基本的にこの着こなしだと結構ですね梅雨時期というよりは夏向けかなと思っています。ですので梅雨時期にちょっと肌寒いなと思った時に使い勝手がいいのがこのアイテムなんですね。カーディガンですね。これが一着あるとこのようなシンプルなですね夏っぽいコーディネートも一気にですね梅雨時期のコーディネートに変身するかなと思っています。こちらはですね昨日買ってきたものなんですけども、プラス J のカーディガンなんですね。これはですね僕はプラス J の発売の時には正直ですねノーマークだったんですね。というのもデザインがですねめちゃくちゃシンプルなので、これといってプラス J で買う必要性をそこまで感じなかったんですね。ですので試着もしなかったんですけども、昨日改めてですねカーディガンがいいのないかなと探してみたところ、これがベストだったんですね。ちょっと着てみたわけなんですけども、こんな感じです。デザインとしてはものすごくシンプルですね。特に凝ったところもなく非常にですね
ね、使い勝手のいいデザインになっています。ただですね、言わないとユニクロという感じはしないかなと思ってます。というのも素材の質感がものすごくいいんですね。こちらはシルクを混紡しているので、すごくですね、肌触りもいいですし、見た目の上品さというものもですね、すごく伝わってくるかなと思っています。これはですね、ぜひ皆さんに試着をしていただきたい一着かなと思っていまして、こんなに着心地のいいカーディガンは、正直他でもあんまり見つけたことがないですね。僕は結構ニットが好きで、いろんなブランドを着ていたんですが、本当に一着3万円を超えるようなクルチアーニだとか、グランサッソだとか、あとはジョンスメドレーだとか、そういったものの肌触りと比べても、これはめちゃくちゃいいですね。で、価格もですね、今だとセール価格になっていて、おそらくですね、4000円前後ぐらいだったと思うんですが、それぐらいの価格で、これぐらいですね、使い勝手のいいカーディガンが手に入るのは驚きなので、ぜひ皆さんもですね、このタイミングで買い揃えていただければなと思っています。まあ、内側にですね、こういったダークグリーン調の色を合わせて、その上にですね、このようなブラック系のカーディガンを羽織ってあげれば、結構ですね、大人っぽく売りやすいかなと思っています。先ほどまでのコーディネートって、半袖短パンなので、かなりカジュアル寄りですよね。ですので、個人的にはちょっと子供っぽくて恥ずかしいかなというところも少しあったりするんですが、このようなカーディガンが1枚加わることによって、適度に大人っぽさが漂うので、僕ら世代にもですね、使い勝手がすごくいいのかなと思っています。このカーディガンは1枚あればですね、結構いろんな時期に使えるかなと思ってまして、もちろん梅雨時期にも使えますし、あとは真夏もですね、結構冷房が強くて寒いなと感じることもあるかなと思うので、バッグの中にカーディガンを小さく折りたたんで入れておくとですね、冷房対策にも使えるかなと思っています。もちろん秋だとか冬とかそういった時にもですね、重ね着の一部として使い勝手がいいので、セールになっている今がめちゃくちゃチャンスかなと思うので、ぜひですね、こちらのプラス J のカーディガンはチェックをしていただければなというふうに思っています。ということで一つ目のコーディネートは、半袖短パンのコーディネートから、プラスカーディガンを取り入れたような少し体温調節がしやすいようなコーディネートになります。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、これはですね、めちゃくちゃ王道かなと思っています。まあ、この7月という季節は結構気温によって着るものが変わってくるかなと思うんですが、僕の中では8月よりもですね、やや重ね着には適した季節かなと思っています。そういった点ではT シャツを着て、その上にですね、このようなオープンカラーシャツですね、こういったものを重ね着するのはすごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。以前動画の中でも解説しましたが、このユニクロのオープンカラーシャツはバランスがすごくいいんですね。まずはですね、デザインにおいてはすごくシンプル、ベーシックなんですね。特にですね、木をてらったところがないので、すごく使い勝手がいいんですね。そして素材の質感がいいんですね。金額がですね、2000円前後なんですが、すごくですね、生地の質感が滑らかで、色の発色も綺麗かなと思っています。僕が選んだのはオリーブなんですけども、この色合いがですね、なかなか品があって、僕はいい雰囲気かなというふうに思ってます。まあ、サイズ感に関してはすごくベーシックなので、僕はですね、あえてワンサイズ上げて、通常は S サイズを着ることが多いんですが、M サイズを選んでいます。まあ、ちょっとですね、トレンド感を意識したい方はですね、サイズを上げたりするとバランスがいいかなと思っています。その下にはですね、白の T シャツを着るといいんですが、さっきですね、ユニクロ U のエアリズムの白を着たんですが、合わなかったんですね。まあ、どこが合わなかったのかというとですね、結構ユニクロ U のエアリズムって襟が高いんですね。ですので結構ですね、このオープンカラーシャツと合わせた時に白の面積が大きくなりすぎてしまうんですね。まあ、個人的には重ね着する時にあまり襟は高くない方がいいかなと思ってまして、今着てる T シャツのように少しですね、首が長く見えるように深めのものの方が僕は T シャツのバランスがいいかなと思っています。まあ、皆さんもですね、無地 T シャツいろんなものをお持ちかなと思うんですが、ユニクロのものでもいいですし、あとは無印良品のものでもいいです。他のものでも全然構わないんですが、少しですね、襟が深めの丸首 T シャツの方が相性がいいということを頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。まあ、中にはですね、最近はこのオープンカラーシャツをですね、1枚で着てるように見せる方も少なくないんですね。ですのでこの V の部分がしっかりと肌が見えてる方も少なくないんですが、僕はちょっと似合わないですね。やっぱりこれは世代によるかなと思ってまして、10代、20代の世代であれば、そういった着こなしもすごくですね、綺麗な雰囲気があるんですが、なかなか僕ら世代だと清潔感が漂わないですし、なんか変にですね、セクシーになってしまうので、あまり好ましくないかなと思っています。その代わり、先ほどもお伝えしたように、少し首周りがスッキリめのですね、クルーネック T シャツを合わせてもらうと、バランスがいいかなというふうに思っています。
そしてボトムスに関してはもう動画の中で散々お伝えしてきましたユニクロのですねスマートアンクルパンツですね。これで着こなしを引き締めてあげるとすごくバランスがいいかなと思っています。まあ、夏場にですねブラックのスキニーとかを履いてしまうともう本当にですねタイツを履いているようでめちゃくちゃ暑いんですね。まあ、冬場であれば暖かくていいんですけども夏場のですねタイトなボトムスってかなりしんどいので僕はですねスマートアンクルパンツのようなもも周りに適度にゆとりがありながらも膝から下テーパードで細くなっているこういうボトムスの方がはるかに向いてるかなというふうに思っています。まあ、こういったボトムスで色合いを引き締めてあげて足元は白のレザースニーカーみたいなものでちょっとですね明るさを足してあげてこの襟元の白とリンクさせてあげるとバランスがいいかなというふうに思ってます。このコーディネートは鉄板ですね。本当に使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、そのままトライをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目のコーディネートなんですが、今回ですね、こちらのストライプのシャツをメインとした着こなしなんですが、これはですね、かなりベーシックで、大人の男性には使いやすいようなスタイリングになっているかなというふうに思っています。このですね、ストライプのシャツは、価格がですね、2000円ほどで、めちゃくちゃコストパフォーマンスが高いかなと思っています。個人的にはシャツの中でも、こういったネイビーとホワイトを使った少し太めのストライプというのはかなり好きなんですね。まあ、縦長効果があって、僕のようにですね、身長が低い男性だとか、あとはですね、ぽっちゃり体型の男性でも、割と縦長感があって、スマートに見えやすいので、こういったシャツというのはですね、ぜひ皆さんも活用していただければなというふうに思っています。で、結構大切なのがサイズ選びかなと思うんですが、かなりベーシックなシャツなので、ジャストサイズを選んでしまうと、ちょっとですね、今っぽさみたいなものが漂わないので、あえてワンサイズ上にしていただいて、ゆったりめの雰囲気を出してあげると、すごくですね、今っぽさというところが簡単に表現しやすいかなと思っています。僕の場合は身長164センチ、53キロなんですけども、いつも S サイズを着ているところ、M サイズを選んでいます。まあ、着丈もですね、そんなに長すぎないですし、身幅もですね、ワンサイズ上げたぐらいでは、そんなに大きすぎないので、すごくバランスがいいかなと思っています。あともう一つ大切なのは着崩しですね。普通に着てもらうとですね、どうしても真面目っぽくシャツは見えてしまうので、ちょっと腕をまくってあげるのがいいかなと思っています。まあ簡単にですね、このように腕をまくってあげて、時計だとかバングルなんかを見せてあげながら、少しこなれ感を出してあげるのと、あとはですね、ボタンに関しても第1ボタン、第2ボタンを開けてあげて、下にですね、白 T を見せてあげたりすると、ちょっとこなれた雰囲気が出しやすいかなというふうに思っています。で、ボトムスに関しては先ほど同じ、手抜きで申し訳ないんですが、定番のスマートアンクルパンツのブラックを合わせて色は引き締めるようにしています。で、靴に関しては先ほどのような白レザースニーカーも合うんですけども、今回はですね、ちょっとやぼったさが漂うようなライトグレーのニューバランスを合わせています。このような小綺麗なシャツスタイルに結構ですね、ニューバランスのスニーカーって合うので、僕はこのような合わせを今回はしているわけなんですが、このあたりはですね、皆さんの好みによってスニーカーを変えてあげるのもいいかなと思うので、一つの参考にしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロをメインに使った3つのですね、7月コーディネートを皆さんにご紹介させていただきました。どれもですね、結構シンプルで簡単に実現しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただければなというふうに思ってます。まだまだ梅雨の時期は続くわけなんですけども、その気温に合わせてですね、今回の3つぐらいのコーディネートがあれば、十分にですね、週に2日ぐらいの休日は回すことができるのかなというふうに思っています。そして今回ご紹介したスタイルのですね、例えば T シャツの色を変えてみるだけでも全く違うスタイリングになるかなと思いますし、他には T シャツを外に出したものをインをしてみるだとか、そういった形でも全然見栄えが変わったりするので、ぜひ一つのですね、参考としながら皆さんなりにですね、カスタマイズをしていただければなというふうに思ってます。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。